こんにちは、ちはやです。サイドオーダーの実況やっていきたいと思います。リクエスト来てた。本日使うパレットはこちら、スパイキーのパレットです。出やすい系統がレンジパワーブラスターのメイン射程マックス、マジで楽しいのでやってほしいです。連射はマックスまでいかなくても大丈夫です。スプラチャージャー並みの射程でロングのような感じで撃てるようになります。めちゃめちゃ楽しいのでぜひとのことです。メイン射程、メイン連射速度ときたらやはり欲しくなるのがインク効率メインと、運が良ければ移動インク回復。やはりこの辺を集めていけると超強いですね。でもちろんこれ爆発ダメージも追加できたらさらに最高、爆発サイズもつけれたらさらに最高ですね。今までやってきたのでは短射程で、爆破連射で倒していくってイメージだったけど、今回はロングですね。ロングブラスターのロングブラスタープラスクラッシュブラスター、ロングブラスタープラスクマさん印のブラスターみたいな感じの、武器を作っていこうという企画になります。射程長くてクマさん印のブラスターだったらとんでもないよなとんでもない武器になりそうだよね。メインショット貫通、爆発サイズ、メイン連射速度、爆発ダメージ、メインショットダメージ円を将来のために取っとくか。爆発サイズ、爆発サイズ、メイン連射速度、メイン射程1枚目、10層は反発、爆発ダメージが1枚、連射速度が2枚、ダメージ円が2枚、射程が1枚、サイズが3枚ですね。まだインク回復系が揃ってないんでちょっと不安ですが、あと射程がまだ1枚だからね、ちょっと不安だけどね。この後どうなっていくか。ただもうすでに爆発系の強さを持ってる。これ1回に3000ダメージ入んだもんな。すげえなこれ。あーこれちょっとハイエー。いやあれ当たるべ。当たるよね。そうだよね。これも当てちゃう？当たんなかった。はい。これ当たるよね。そうだよね。あれ。おっとっと。移動の方が大変なんだけど。ほい。あー強えー。爆発サイズが、うわぁはい、オッケー。で、しかも当たったね、今ね。はい。コロコロコロ。オッケー。ポップソナー使って。はい。もう終わんじゃないこれ。早いなぁ。はい。はい。はい。待て。追っかける方が大変だって、これ。はい。オッケー。はい。はい、ソナー置いて。全然ダメージ加えられてないわ。オッケー1回に2500ダメージは入るのか、すごいな。メイン射程、爆発ダメージ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 そんな来る？4連続なんだけど。メイン連射速度3枚目、自販機コーナーお願いします。あやっぱダメなのかな。あ、爆発サイズありがとう。これ爆発サイズ見送って自販機来たんでラッキーでした。これはいい選択をした。この辺でやめとこうかな。うわー神引きだー。射程揃ったー。やったー。よし、最高の自販機になりました。ありがとう。爆発ダメージ、ポータル壊したらもうこの時点で超簡単なのでは。うわーこれはあかん。あーあーこれはまずい。やばい。あ、インクがねー。うわー一つ弱点が見えた。インクが足りねえ。うわ、更新した。さあ、こっからじゃあ、連射速度集めつつ、インク系だね。インク系ゲットしていこう。さあ、一旦、練りコン行きましょうか。出ました。これさ、もしかしてだけど、一番下壊すだけで OK なんじゃね？どう？わー気持ちいい、これ。爆発サイズ上がって言うとね、これめっちゃ簡単なんだよね。4秒。更新。面白いな、ほんとに。さあ、20層が積層となります。射程がマックス。爆発サイズがマックス。爆発ダメージが、なんと6枚集まりました。激運。連射速度が3枚ですね。これ、簡単に倒せそうだなぁ。なんかわかんないけど、倒したぞ、4層くらい。うわっ危ね、はしゃぎすぎた。
わかんねえけど上の方倒すわ。あと一番上かな、どこにある、これかな。はい、オッケー、お疲れ。え、あ、もう一個上がったか。はい、オッケー、お疲れさーん。わー、すげー。楽しい。いやほー。メイン連射速度4枚目。逃げる敵を倒せか。届くよな。そうだよね。届いちゃうんですよ、これ。これ届くよね。そうだよね。これも、届きますか？はい、届く！強い！射程ってすげー！爆発ダメージ生で来ちゃった。これ爆発サイズアップで多分全部いくべ。あはは、すげー！じゃあこれ復活するの待って。はい。はい、ドーン！楽しい！爆発のダメージもね、上がってますね。ほら、1万3000ダメージ入ってますよ、これ。あらー、強いねー。OP だね、これはね。はい。うわーじゃあ1万3000が2回入ってんのか、これ。うわー、気持ちいい。敵が寄ってこれねえ。うわー楽しい。サイドオーダー楽しいよ。爆発ダメージ。スケルトン強化か。いや、でも関係ないと思うよ、これ。ほら。やばい、インクがねえ、インクがねえ、やばい。あー、問題ありました、インクでした、インク不足です。よいしょ、あと射程が長すぎて制御が効きません助けて。普段からロングブラスターとかわかんないか、これやばいわ、超むずい、これ。こんなもん、こんなもんすか、こんなもんか。ああ、手前がむずいよ。はい、ここ。当たんないんだけど。やばい。パワーを持て余してる気がする。うわあ。はい、オッケー。むずい。射程が長すぎてむずい。メイン連射速度カウンターストップきたー。いよいよインクが足りなくなりそうだね。いきます。ドゥワーインクが1秒持ちません。誰か助けて。やばいよ。ホームラン、どこまで行くねん。あ、すごい。早っ。いきます。ホームラン、いやほー、行き過ぎ行き過ぎ。待って、インクが。インクが足りません。誰か。一発ずつ撃ってもこれ、次どっか行っちゃいそうなんだけど、これ。あ、体で押すか。よし、オッケー。むずい、このゲーム。さあ、ここから残り5層は、いかにインク回復系を積むか、となりますね。だから、インクボトル確率とかもありなんだろうな。可能ならね、撃破インク回復とか、あ、インク効率メインありがたいですね。これ行きましょう。あ、爆発ダメージまだマックスなってなかったんだね。よかった。なってるもんだと思ってた。じゃあこれで今度こそだ。あとはインク系を積もう。うん、インク効率メイン、やった。おー、これはでかいね。相当でかいね。これ空きがあと3つか。移動インク回復とか出ねえかな、さすがに出ねえか、さす、惜しいな、移動ドローンゲージ惜しい、さすがに出ねえか。いや、ありがとう。メイン効率 25% になったらめちゃめちゃありがたいよね。打てる数がどれくらい増えるってことなんだ。激アインク回復来た、ありがてえ。行こう行こう、行きまーす。うわー、相当打てる数増えたね。うわー、全然違うね。うわー、これはすごい。いけー、ドーン、ドーン、ドーン。はいえーはいえー、OP すぎる。4秒で更新。やばいなー。可能ならそう、撃破インク回復つけた方が絶対いいと思った。ということで来たんでありがたく。無限アルペジオー。
や、これ多分関係ないと思うわ。一発ずつ撃っといて、オッケー。射程が長すぎて。あ、ね、この辺とか届くよな。そうだよな。うわ、早っ関門から、関門ワンの早っ。いや、撃破インク回復がめちゃめちゃ響、うん。すごいいい仕事してくれてる、これ。これ、塗りの範囲も広いな。すごいな、これ。いきます。うおーはいえ。気持ちいい。撃て撃て撃てーゴ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 ー。いや、楽しい。うわー、更新した。関門突破するんだ。早すぎて面白い。面白い。笑っちゃうね、これね。これ大丈夫っすか、ラスボス。さあ、爆発ダメージ、まさかのマックスですね、500%。メイン連射速度マックスの 1000%。ダメージ円が2枚入っております。射程マックスの 210%。爆発サイズマックスの 200% となっております。インク効率、まさかのマックス 25%。撃破インク回復が2枚入っております。メイン貫通とか、メインショットサイズ、とかさ、まあ、ダメージ円とかもだね。これ全部撃破インク回復とかに積み込めたら、インク無限まで行くのかなぁ。でもさすがにこの 1000% だとインク無限ってのは無理かもな。移動インク回復とかでも合わせないと多分無理だろうね。さあ行きましょう。うえぇ早いよ2倍ってこんなもんだろ。行くぞ。よいしょー、5000ダメージ。多分これマックスだろうね。やばいなこれ大丈夫か、大ダコ。頑張ってくれ。ここ、はい、オッケー。はい、ここ、はい、オッケー。あと1個どこ。あ、終わってる。あれ、なんで後ろの方にいたのかな。よいしょー真っ赤っかで数字が見えません誰か助けてあげて、大ダコ。かわいそうだよ、こんなの。やめてあげて。よいしょ。次はここ。はい、オッケー。やばい、射程が長すぎて。この辺からでも届いちゃう。うわー、よいしょーオーケー、定置セット。5000ダメージ。うわーインクまだ残ってましたよ。まだいけたよ。まだ撃てたよ、これ。うわ、すげえ武器できちゃったなー。今回、チハヤン印の超、超ロングブラスターでしたね。すごかったな、これ。めちゃめちゃ強かったね。射程が長いってのがまた面白かったなー。お疲れ様でした。皆さん、この動画楽しんでいただけたでしょうか。もしよければ、チャンネル登録、高評価をしていただけると、とても嬉しいです。よろしくお願いします。こんな武器で遊んでほしい、こんな構成で遊んでほしい、皆さんのリクエストをお待ちしております。動画のコメント欄にどしどしお書きください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。